おはようございます。私は成長年本部講師の小関隆です。第2回目の本日は、成長年創始者谷内正春初代総裁の著書、あなたは自分で治せるをテキストに、内なる生命力を引き出すと題して話をさせていただきます。この放送をお聞きの皆様の中で、今、体や精神の不調、病気で悩んでおられる方が、 いらっししゃるかもしれません今朝は闘病中のご本人やご家族の心労が少しでも軽くなればとの気持ちでお話しさせていただきたいと思います。私は体調不良や病気はある種のサイン、予兆だと考えています。あなたの生活に歪みがあるよ。ちょっと無理しすぎじゃないのといった声なき声を病気や不具合の症状は 発信している。そもそも人間の体というのは絶妙なバランスの中で保たれています。自律神経によって脈拍や血圧、発汗、消化運動などをコントロールしているのですね。しかし、ストレスや睡眠不足などによってバランスを崩し、さまざまな変調をきたすわけです。私は東京に住んでいた4年前の2012年のある日の未明、 外傷性の脳出血で倒れたことがありました。自宅のどこかで頭をぶつけたらしいのですが、その時の記憶がありません。気がついた時には、リビングのそばの廊下に倒れていたのです。後に MRI 検査をしてもらうと、右前頭部にひびが入っていて、その体格の2箇所と前方の1箇所に出血が見られました。倒れた当初は、 強烈な吐き気がして尋常ではない頭痛があったのですが、自宅で安静しているうちに徐々に痛みやめまいは治まり、2週間ほどで普通に出勤できるようになりました。さらに1ヶ月ほどで出血も自然に吸収されて消えてしまいました。私は人間の回復力はすごいと思いました。硬い頭蓋骨で守られているということは、 脳はそれだけデリケートな部位だと思うのですがそこが傷つき出血しても手術なしで治ってしまうことが不思議でした医師からは「打ちどころが良かった」「一歩間違えば死んでいたかも」と言われましたが私の場合は当初から全く後遺症がないのです笑い話ですが倒れた日はまさか脳が出血しているとは思わず ひどい風くらいに思って、ふらつく足取りで、10分ほど1人で歩いて、内科医院を訪ねたほどです。ともかく、この体験でいろいろ気づかされることがありました。職場では、毎日の朝礼で私の回復を祈ってくれたそうですし、上司は、親友祈願、神の癒しを祈り願うと書きます。親友祈願といって、真理を研算する場である。 成長年の錬成道場に私の健康回復の祈願を申し込んでくれました。そして私には毎朝真理の言葉が書かれた谷口正信成長年総裁の著書「日々の祈り」を読むことを勧めてくれました。先行きが不安な時期でしたので皆さんの愛念や祈りの言葉に大変励まされました。その一方で、 倒れる前の生活に無理があったたと反省しましま当時は遅い時間まで残業することも多かったのですがそれでも帰宅してから DVD で映画を見たりパソコンを開いたりしていたのですねすぐに寝ればいいものをその上早起きして絵を描いたりしていたものですから睡眠時間も短く疲れが溜まっていたのかもしれませんですから脳出血をきっかけに 自分の体力を過信してはいけないと、危険信号、サインをもらったような気がしました。今は都会生活から離れたおかげで、通勤時間も30分弱となり、自宅で過ごせる時間が増えました。以前よりもずっと早く帰れるわけですから、就寝時間も早くなり、朝方の生活をしています。おかげで、良い生活リズムができ、精神面、 体力面ともに充実しています。さて次に家族の体験をご紹介します。我が家には妻と4人の子供がいます。一番上の長女は社会人で、2番目が高校2年生の長男、3番目の次男は中学3年生、一番下の三男は小学4年生です。この三男が山梨に引っ越してきてから精神的に 急成長ししてきました。三男は幼少の頃から恥ずかしがり屋で家族以外の人にはあまり積極的に関わろうとはしない傾向がありましたですからごく親しくなった人のほかはしゃべれないのでした保育園の先生にも首を振ったりうなずいたりして意思表示をすることが多く声を出す時は耳元でひそひそとささやく感じでした 東京の小学校に上がる前に医療機関で診察してもらったところ、場面監目症と診断されました。その時点では、知能指数も72で、健常と知的障害のボーダーラインでした。山梨に引っ越してきた当初の1年間も、さほど変わらなかったのですが、2年目に変化が訪れました。3年生から特別支援学級に入り、 少人数のクラスで授業を受けることになりましたそこで明るくて親しみやすくて面白い女性教師の担任 N 先生と出会ったのですすると三男は安心して心を開き普通の声で話し始めたのですやがてクラスの皆の前でも声を出して発表できるようになり先生方から「変わった」と言われるまでになりました と同時に、自宅の近所の幼児や小学生たちと、わーわーと騒ぎながら遊ぶ光景が見られるようになりました。三男が一番大きな声を出しているのではないかと思うほどです。秋には、子どもフェスタというイベントをやりたいと言い出し、近所の子どもたちに働きかけ、自分でプログラムを考えたり、チラシを作ったり、率先して準備を進めるのです。 私もそんな彼を応援したくて近所の大人の皆さんに声をかけ運営をバックアップしましたすると皆さんのおかげで当日は約40人が参加し歌ありダンスありお菓子作りあり大抽選会ありの楽しい会になりました三男は司会を務め大勢の前で堂々と話していましたそれが 大きな地震になにったようですその後も目に見えて成長しひょんなきっかけで児童相談所で知能検査を受けたところ知能が健常児レベルに達していると判断され加えて場面監目症の兆候は一切見られないという診断結果でしたこの4月からは三男は通常学級に復帰する予定です。担任教師はそれをとても喜び 家族も彼のチャレンジを支えてやりたいと考えています。この体験から子供には無限に伸びる可能性があること、その子の伸びようとする思いを大人は感じ取って、認めて引き出す役割があることを学びました。私たちは時に願いを抱きますね。心の底からの切実な願いを。健康でありたい。事業で成功したい。 誰かと仲良くなりたい。上手に子育てがしたい。と。そんなときは、ついつい目の前の一歩を踏み出すよりも、すぐに結果を求めがちです。実は、軽度の知的障害がある高校2年生の長男が、昨年11月に入院しました。病名は、統合失調症です。性格の穏やかな優しい子なのですが、新規に入り、 感情的に高ぶったり、落ち込んだり、気分の波が激しくなりました。そして、自分の衝動や欲求が抑えられなくなり、家で物を壊したり、家族に手を出したりして、暴れるようになったのです。とても辛い出来事でした。彼が入院後、私は真剣に祈るようになりました。離れて祈っている中で、どれほど、 自分が彼のことを愛しているかが通説に分かりました。彼が自分の身に病を表して私をより深い信仰へと導いてくれていると感じられたのです。昨年の元旦から毎朝起きてすぐ深相感、神を思い見ると書きます。深相感という成長姉の座禅的瞑想法を行った後、もろもろの用事を済ませ午前5時半から 先祖供養をするようになりました。まず仏壇の前で近い先祖の一人一人の名前を読み上げてから成長年のお経である甘露の法を感謝の気持ちで読むのです先に行う真相観の中では長男が笑顔でニコニコしている姿を思い浮かべまるは素晴らしい神の子にすこやかに心美しく我が愛語三端に満たされたり とのの祈りの言葉を唱えています入退院を何度か繰り返しましたが病院学校地域の方々の支えのおかげで長男は落ち着き薬も弱いものに変わってきています発症から1年たった今では月1回通院しながら毎朝元気に学校に通えるようになりましたこの1年間の中で私は目に見える姿は一定ではなく 変わっていくことを如実に感じましたそして変化があっても心を動揺させず一過性のものだからと心を落ち着け現れの奥にある本当の姿を見つめる祈りの大切さを学びましたただし祈ってもなかなか状況が変わらず希望が実現しないことがあるものですそれはなぜでしょうか本日のテキストである「成長年創始者 谷内正春初代総裁の著書あなたは自分で治せるにその理由が詳しく説かれています92ページを引用します風想富の思いのことです風想をいかに持続してもその人にある期間は富が訪れてこないことがありますそれは生命は発達に必要なものだけを吸収するという生命発達の根本法則によるのであります 稲に窒素肥料や仮肥料やリン酸肥料を平等に施しても稲の発達の時期に応じて窒素肥料をたくさん吸収する時期と仮肥料をたくさん吸収する時期とがあるように人間もまた自分の魂の発達に必要な肥料貧富健康の程度境遇の純逆等のみをより多く吸収してそれを実現するのであります。 引用を終わります。たとえ自分の希望があっても、魂の発達に必要がないものは、身の回りに実現しない。真実の祈りであっても、それが実現するにふさわしい時期がある。魂の受け入れ準備が整わなければいけないということです。続きを一部略しながら引用します。誰でも、富や健康や純教が幸福に必要であると思うのでありますけれども、 魂魂のののの発達のためにには、かえってて害ががああり、富や純教が魂の教慢を育て上げるるるここととなもあるのです。だから神に祈って与えられる富や環境の良費は自分の方の魂の発達の程度がそれを受けるにふさわしい状態になるまでは既に与えられていてもそれを自分が吸収しないすなわち自己の身辺に実現しないということになるのであります。 ここに神の愛の最高の法則、がが行わわれているることがわかるのです引用を終わります神の愛のの愛最高の法則素晴らしい法則ですね。真実の祈りがすぐに実現しなくても諦めなくていいんですね。私たちの心境を高め、受け入れ準備を整えさえすればいい。神は私たちの魂の成長を第一に考えておられるのです。 その神は、私たちの内にある。私たちの本体そのものなのです。では、私たちは何をすればいいのか。登山に例えた説明が続きます。94ページを引用します。我々が祈りの成就を願うならば、与えられた麓をありがたく受けて、そこでできるだけの努力をしなければなりません。私の願ったのは、 富士山の頂上であって、こんな低い麓ではないと言って、与えられた麓を軽蔑したり、拒絶したりしてはならないのであります。それをありがたく受けて、第一歩を歩み出さなければならないのであります。我々の祈りが最後の目標を成就し得ないのは、最初に与えられた海石の上に乗らないということであります。引用を終わります。 大きな希望があっても、まずは目先の小さな一歩を踏み出さないといけないというわけですね。95ページを引用します。今を生きようというのが、祈りを成就する唯一の実践的方法であります。多くの人は、この重要なるポイントを忘れて、祈りは成就しないと呟いているのであります。野の百合はいかにして育つかを思え、 とイエスは言っています。静かに咲いているユリは、時々刻々、一秒一瞬を生きながら、栄養を今あるところから吸収していて、病むことがないのであります。引用あり、続いて96ページを引用します。ふもとから、一歩一歩登っていくことが必要です。頂上のみが、眺望が良いのではないのであります。ふもとや、 山腹の眺めも美しいのです。今、心の開くところ、浄土は開かれるのであります。今、祈りによって得られたる暗示、またはヒントを実践しなければなりません。引用終わります。私は以上のように、今を生きよ、という教えをこのテキストから学び、深い示唆と大きな励ましをいただきました。 それは、長男の状態に対して心配する必要はないということです。一瞬一瞬、私自身が神の愛そのものとなって生きればいいのですね。そこから私たちの希望が成就するのです。それでは、時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。